この1週間は天気が周期変化しそうです。まずは1日にかけて本州の南海上を低気圧が通過していきます。南岸低気圧の影響で広い範囲で雨や雪、東京でも今回は雨となりそうです。その後一旦週末には太平洋側を中心に天気が回復します。ただ週が明けますと火曜日や水曜日、再び広い範囲で天気が崩れます。さらに2日ですが冬型の気圧配置です。太平洋側では晴れますが日本海側は雪が降り強まることもありそうです。全国的に寒さも厳しくなります。続いて北陸の天気です。石川県ではこの先雨や雪の降る日が続きそうです。日によって降るものが変わりますので路面の状態の悪化などにお気をつけください。特に2日は寒さが厳しいです。体調などを崩さないようにお気をつけください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご覧いただけます。ご確認ください。